はい、このお二方、これは何でしょうか。多分さっき答え言っちゃったけど、これ何ですか。遅刻ですか。そうですね、チーラっていうのはです、ね、あの遅刻のことです。それ、アネスよって言ったら、アネスよって言ったら、ヘス、ヘス、え？違うまい、やってない。だからこれはヘスよってのは過去形ですけども、遅刻をしました。そうですね、アンついたら遅刻しました。でもアンがつくとどうなんですか。しません。そうなんですよ、さっき時間見たら10時28分なので遅刻してない、遅刻してないんですよ。ですから遅刻はしませんでしたよということで、違う、アネストよって言ったんですよ。ね、あんまりこの違うっていうこの言葉とは縁がないようにしてください。であと言えることは、その日本人はほら、すぐに謝ってしまうので、それは韓国人に対してはこのなんか誤解をね見てしまうんです。だって遅刻してないんで、すいませんすいませんって謝る必要ないじゃないですか。でそれはね、日本人から理解できないところですよね。韓国人にしてみれば意味もなく謝ってしまう。まあ、特にそうですね、このありがとうって意味ですみませんって言うじゃないですか。それをそのままミヤナミだとかミヤネよって言っちゃうと、看護師はあんた何も悪いことしないの、なんで謝んのってことで逆に逆ギレされます。もうそうなって、なんか気分悪いから謝らないでって言うんですよ、逆に。そこがやっぱ違うかなと思いますね。はい、じゃあ違う、アネストよ、遅刻はしてませんから大丈夫です。はい。